今127人、13人、18歳以下。混み合ってますので、どうか通路の確保の整理をお願いします。何か他にありますか、聞いておきたいことは。よろしいですか。はい、じゃあこれで、よろしくお願いします。7時半までの集会になります。どんな聞いてください、これはあの家の近くのお寺にあるあの125人の戦争で亡くなった人たちの墓碑名をあの派兵反対という文字にしましたということです。どうできないでそこだと。あ、そうですね。でも見えましたね。あの時でも。ちょっと来て。いや、あの山田氏です。何それ。まだ来てない。憲法を気にしませんか。いわゆる北西というんですけれども、この北には北西の前の
子供のところが、共同センター関係の諸団体グループ個人ということになります。これからこのセンターから、県政支援官側センターから県政支援官側の歩道上、南西の前南の岩の前ということになりますけれども、ここは総掛かり構成団体の千人委員会関係の、団体や個人の皆さんがこの 南西の前になります。全体として今日の位置取りはそういうふうに考えています。もし1万人2万人というなるようなことがあれば、南西側から、国会図書館の方に向かう、あるいは北西側から、首相官邸側に向かう、そういう歩道上での行動ということになります。今日は大変混み合うと思いますので、できるだけ安全を最優先にして今日無事にこの行動を終わらせるようにしたいと思います。お互いに非常に今日は怒りに燃えております。与党の強行採決に対して腹の底からお互いに怒りに燃えてここに結集してきたと思います。その怒りを、きちっとこの集会を成功させることで表したいと思います。総掛かり行動実行委員会の主催は午後6時半から午後7時半まで、この1時間が総掛かり行動実行委員会の主催になります。その後7時半以降はシールズの皆さんの主催になります。7時半から主催が切り替わります。参加者の一部は7時半の時点で帰る方も結構いらっしゃると思います。入れ替わりもあると思います。その辺はなかなか大変なんですが、今日は支持者の皆さんと総掛かり行動実行委員会が話し合いの上、協力をしてこの抗議行動を成功させようということになってますので、どうか皆さんご協力をよろしくお願いします。団結して協業して協力して安倍内閣を絶対倒す、このために共同集会を絶対成功させたいと思います。6時半まで待ってください。今しばらく6時半までここで開始をお願いします。よろしくお願いいたします。国会に向かって右側の方、南側の方はまだ、空いているようですから、空きを見つけて皆さん、こういった形でスピーカーちゃんと配置してますので、ぜひ空いているところに入っていただくようよろしくお願いします。